悩み事でよく出てきます。管理職とかの悩み、うちほうれん草がなってないんだ、そのまま、なってないのはまずですね。で、よくある例が、その報告とは何か、連絡とは何か、相談とは何かがはっきりしてないところが多いです、会社が。いや報告せえ言うとか連絡せえ言うとか相談せえ言うとかよく分からん、ポイントだけ言っておきますと、報告というのは何か指示命令があってその結果を言ってくるのがまず基本的な報告なんです。うちの若いやつ報告してこないんですよって、部長なんか明確な指示出されましたみたいな、いや報告のしようがない、頑張れしか言ってないのに報告なんかできません。報告というのは指示命令に対する結果を言ってくることです。自分の考え、意見、ましてや感想なんかは2の次、3の次です。これから報告書をたくさん書くことになると思います。報告書は感想文じゃない。こういう狙いで、例えば出張に行ってこういう狙いでこういうところを見てきました、こういうことが分かりました、したがってここから導き出せる次に取るべき手はこれです、そういうの、結果、事実。営業ってよくあるんですよ、あの件どうなったみたいなね。山田工業さんの件どうなったかな、いやあれなんですけどね、あの担当者にね連絡していてなかなか連絡がつかなくて、いやいや連絡は先週ついたんですよ、ついたんですけどね、なんか向こうもバタバタしてるみたいで、いやあのこっちもねちょっと新入社員の件があっていろいろバタバタしてましてね、いやだからどうなったのって、あの途中を喋ろうとする。報告は、いや、進んでません。以上。気まずいから、言い訳を一緒にするんですね。だから上司が知りたいのは、進んだか進んでないかなんで、山田工業さんがどうなった、進捗ありません。なんでや言われたら、いや、実は年度代わりでいろんなことがありましてって言えばいいですよ、言えるなら。だけど、経過から言い出すんですよ。報告は結果です。経過報告っていう言葉があるぐらいなんですけど、報告っていうのはそもそも結果なんですね。経過は後ですよ、言い訳はもっと後です。よくありますよ、自分の想像をしゃべる人、いや向こうもね新年度なんでバタバタしてると思いまして、まだちょっと提案も出してないんですけれども、いや向こうがバタバタしてるどうかは事実か君の推論かどっちやねんっていうことね。いやでも新年度といえばバタバタしてるでしょ、いやそんな知らないですよね、想像です。報告は想像でもの言わないことです、事実ってこれだけです。報告は事実やと思いとったらこれだけでいけます。いいですか。